日本は2024年5月30日にフランス及びドイツとレールガン技術の協力に関する文書に署名し、技術情報の共有と意見交換を行うとの情報をキャッチしました。今回はこの日本の最新鋭技術レールガンを2、チフツ6で協業化を詳しく見ていきますね。日本のレールガン技術は世界でもトップクラスですし、攻撃に使用するとするなら、小さいレールガンの矢は迎撃不能、まさに最強だよね。やっぱり、早期に搭載を実現できれば。この2024年5月30日に、日本が開発を推進している兵器、レールガンについての新たな動きが確認され、レールガン開発を主導する日本の防衛装備庁によれば、フランスとドイツの2カ国に対し、同兵器をめぐる協力関係を進めるようだ。今回、この日本が開発中のレールガンについて実施された具体的な動きとは、フランスとドイツとの3国間で、レールガン技術の協力に係る実施要領と題する文書に署名を行ったと公表したというものである。レールガン技術の協力に係る実施要領と題する文書に、フランスとドイツとの3国間で署名を行った理由は、今後のレールガンの実用化に向けて、技術的な開発情報の共有や、相互の意見の交換を進め、最終的には、共同での開発までも視野に入れたもののようだ。現時点では、この、レールガン技術の協力に係る実施要領という文書で、フランスとドイツと日本の3国間で署名を行ったことは、あくまで将来的な同兵器の開発協力を目指す方策の検討であり、共同開発の確定ではない。しかし、この、レールガン技術の協力に係る実施要領におけるフランスとドイツとの協力関係が無事に進めば、この両国との兵器製造における新たな関係の構築の可能性も浮上することとなり、続報に留意したいニュースではある。日本におけるレールガン開発には、今年2024年度防衛予算の中でも研究、開発を担う費用として236億円ほどが計上されており、同兵器の実用化に向けた取り組みを継続しているが、これに他国との連携も視野に入れることになるのだろう。レールガンをめぐっては、昨年2023年10月、海上自衛隊の保有する各種の兵装をテストするための専用艦である、試験艦アスカに、同兵器の試作機を搭載し、洋上において世界で初となるその発射テストを行ったことも記憶に新しい。この時の試験艦アスカにおけるレールガンの試作機の発射テストの模様は、動画に収められて一般にも公開された経緯があり、この時も複数回に及ぶテスト射撃に成功したと伝えられ注目を集めた。そもそも、レールガンとは、電気のエネルギーを使用して弾丸を射出する兵器であり、通常の火砲が砲弾を射出する時に用いられている、削薬の爆発力によって、砲弾の射撃を行うものとは、その前提となる仕組みが全く異なる兵器である。レールガンは、弾丸を物理学で言うところのローレンツ・ツトム電磁力を用いて加速させて射出するもので、平行に設置された片方が陽極、もう片方が陰極のレールに弾丸を乗せて、その状態で通電させることによって、その射出を行う原理で構成されている。このように、レールガンの構成や原理自体は、甚だシンプルなものであるため、これまでに、日本を含め、アメリカ、ロシア、中国、トルコなどの国々がレールガン開発を進めていたと、多くのマスメディア等でも報じられてきた。レールガンの特性としては、まず1、その原理上から、極、超音速で弾丸を射出することが可能となるため、従来の削薬を用いた火砲等と比して、弾丸が小型であっても威力の増大、そして、射程距離の延伸が見込めることが挙げられる。次に、レールガンにおいては、2弾丸を電気エネルギーを用いて加速させるため、通電させるで電気エネルギーを調整することで、弾丸の威力そのものを自由に変化させられ、かつ従来の火砲等のように削薬を使用しないことで、保管地を含む安全性が担保できる。続いて、レールガンにおいては3射出する弾丸は小型の金属片であり、切れ、単体では、
推進力や誘導機能等の搭載はできないことから、現行のミサイル等の打撃兵器と比すれば、非常に一発あたりの単価が安価で準備することが可能となる。このように、レールガンは従来の火砲塔と比して前述したように、大きく3点の利点を持つが、同時に難点としては、射出する弾丸とそれを加速させるレールを接触させる必要があり、他の電磁力を用いる兵器に対していて、レール部分の損耗が顕著という問題も指摘されている。こうしたレールガンの利点と難点も考慮した上で、それでも世界最大の軍事大国であるアメリカは、その将来性を見込んで、2005年頃から本格的な研究、開発に着手し、具体的には、水上戦闘艦であるズムウォルト級ミサイル駆逐艦への搭載を想定していた。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、主砲として AGS-155mm 単装砲を2機搭載する仕様となっていたが、同艦自体のあまりにも野心的な新機軸の詰め込みには無理があり、建造費用が高騰、ちょうど旧ソ連の崩壊が1991年に起きたこともあり、軍縮傾向が高まり、わずか3隻の建造で打ち切られた。それでも、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、大型のガスタービン機関を用いて発電を行い、それによる IPS、統合電力システム推進を実現させていたため、運用に膨大な電力を必要とするレールガンを搭載することには問題がなかった。アメリカ海軍では、水上戦闘艦であるズムウォルト級ミサイル駆逐艦を、揚陸作戦の火力支援となる戦力として運用することを構想し、それを実現させる兵装として、およそ 370km 先の陸上目標に対して、重量 15kg の砲弾を、最終的に、マッハ5の超音速で撃ち込むことを目標に定めた。この性能を実現するべく、アメリカ海軍の依頼を受けた、同国のゼネラルアトミックス社と、イギリスの BAE システムズ社が、レールガンの試作機の開発を受け負い、2020年代中盤までの実用化を期として開発が進められた。ゼネラルアトミックス社とイギリスの BAE システムズ社によるレールガンの試作機は、2010年末には、およそ 10.4kg の砲弾を、マッハ8、エネルギー換算で、およそ 33MJ にて射出する実験を成功させた。このテストの成果から、アメリカ海軍が当初掲げたレールガンの性能の実現は時間の問題かとも思われたが、2021年頃になると、中国やロシアなどが実用化を進めてきた各種の極超音速兵器に対して、射程距離や誘導能力の観点から、対抗は困難と判断された。そのため、アメリカ軍においては、レールガンの開発は、これ以降事実上休止される事態となっており、同国軍もまた、水上戦闘艦を、相手国の沿岸に接近させて、自国部隊の揚陸作戦を火力支援するというコンセプト自体を見直す渦中にあるようだ。こうしたアメリカの動きを横目に見つつも、日本では、2016年度から、レールガンの試作と研究が開始され、40mm と小口径で、重量も、およそ 320g という小型弾丸を反復して射出するテストを成功させ、今に続く研究、開発を進めている。日本の防衛装備庁では、レールガンの使用用途を、中国等が実戦配備を進めているとされる、極超音速兵器の迎撃手段として用いることや、敵艦艇及び地上の目標物に対して、遠距離からその速度を生かし、迎撃が困難な打撃手段として用いることを掲げている。こうした防衛装備庁が掲げるレールガンの使用用途は、アメリカ軍が模索していた内容とは大きく乖離しており、アメリカ軍ですら開発が進む中国等の誘導機能を有した、極超音速兵器の前に実用化を断念した点に、疑問の声も少なくはない。実際、極超音速兵器を迎撃する目的を持たせると言われても、素人的にも、何ら誘導手段を搭載していないレールガンの弾丸が、いかにして、それを実現可能であるのかは、非常に疑問を感じざるを得ず、正直眉唾な感が拭えない。敵艦艇及び地上の目標物に対しての攻撃も視野に入れているとは言うが、こちらにしても、無誘導の銃弾が、特に艦艇などのように移動する目標に対していかにして命中を期するのか、
その原理がよく理解できない。今回、フランスとドイツとの3国間で、レールガン技術の協力にかかる実施要領と題する文書に署名を行ったとは言うが、両国はいずれも陸軍国であり、日本のように、敵艦艇に対する攻撃手段としてレールガンを考えているわけではないようにも見える。